こんにちは、ゆるセミです。本日はセミリタイアとミニマリストということでお話をしていきたいと思います。私、ゆるセミと申します。28歳でサラリーマンをしております。現在セミリタイアを目指して日々、活動中です。では結論としまして、ミニマリストになることによってお金を使う機会が減り、セミリタイアという目標に近づきますということが、本日伝えたい結論になります。ではそもそもミニマリストとは何だろうということなんですけども、ミニマリストというのは物を減らして自分にとって必要最低限のものだけで生活する人ということになります。最近ミニマリストっていうのは結構話題になってまして、結構何もない部屋だったりで、人がそこに住んでいるっていうことで、部屋の写真だったりを、見たことがある人だったり、あとはYouTube でですね、ミニマリスト渋さんとか、ミニマリストたけるさんといったミニマリストの方が、動画を作られていますので、もしよければですね、そういう動画ご覧になってもらって、ミニマリストっていうものにとミニマリストっていうものの理解を深めてもらえればと思います。要するにミニマリストというのは必要最低限のものだけで生活する人、無駄なものは、全て取り除く人っていうことですね。はい。で、ミニマリストとセミリタイアがどうつながってくるのかということで理由を述べていきたいと思います。まずはその理由一つ目、不必要なものを買わないと。もちろんミニマリストなので、最初は多分ミニマリストの方も物が多かったと思うんですけど、自分の部屋に。でもその自分の部屋だったり家だったり、そういうものからどんどん断捨離をしていきまして、そうやって自分の部屋をすっきりとした空間に変えていったと思うんですけども、そうなってくると自分の部屋に必要のないものが増えるっていうのはとても悩むところだと思うんですよね。で、そうなれば、もし物を買うということが、ちょっと必要かもしれないと思った場合、その実際買おうとしているものが本当に自分の生活にとって必要なのか不必要なのかっていうのをしっかり考えた上で物を購入されるっていうミニマリストの方が多いと、私が思っております。YouTube の動画とかでそのミニマリストの方の動画を見たりするんですけど、そういった場合でもですね、やはりこう物を買うという時に、これが本当に必要なのかどうかっていうのはやっぱりよく考えられているように思います。で、そうやって不必要なものはできるだけ買わないようにされている方が多いですね。はい。で、不必要なものを買わないイコールお金を使わないイコールお金が貯まると、こうなってくるとセミリタイアという目標がやっぱり近づいてきますので、そのためにこれを理由の1として挙げました。はい。で、理由の2、こちらが必要なものを理解することができると。先ほどの理由1とも少しつながる部分があるんですけども、不必要なものがいらないっていう言葉、裏を返せば自分の生活にとって必要なものがもう自分の家だったり部屋にあるという状況を指しているわけですよね。っていうことは、その必要なものを自分で考えて絞り込むことができているということになります。もし、そういうことができるのであれば、必要なもの、自分にとって自分の生活にとって必要なものを理解することができているっていう前提であれば、それ以上ものは必要ないということで、もう物を買う必要はないと。もちろんですね、これから自分のライフスタイルの変化によって必要なものが変わってくる場合もあります。そういう時はミニマリストの方であっても物を買うっていうのはあると思うんですけども、自分の基本のライフスタイル、そういうものを理解した上で物を購入されているので、不必要なものっていうのはないと思うんですよね。
要するに、まあ、そういうミニマリストという方は断捨離という行為によって自分の部屋、家のものを捨てていく。そういったことによって自分の必要なものは本当は何なのかっていうのを自分で理解するという行為もそこで伏せていくという過程で行っていると思っています。そうなってくると自分の、生きていく上で必要なもの、ライフスタイルにとって必要なものっていうのがどん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 、理解を深めていくことができて、それによって不必要なものは使わなくなって、で結局、それが余計なものにお金も使わないということになっていって、結局はそれがお金が貯まっていくということにつながっていく、そういうふうに私は理解しております。はい。で、理由の3番目、自分の生活を見直すことにもつながるということなんですけども、これはですね、先ほど少し、まあ、先走って述べてしまったんですけども、物を捨てる行為、断捨離なんですが、自分の生活、今までの生活を見直すことにもつながってると私は思ってまして、例えば着ない服、まあ、セール品で買ったけど、全然着てない服がたくさんクローゼットにある。そういう方っていうのは、安さ、値段によって、衝動買いをしてしまいがちっていう自分の、行動とかいうのを見直すことができるわけですね。そうなってしまえば、まあ、もし次回お店に行ってセール品があると、結構安いお得だと思っても、そこで一旦立ち止まって、あ、そういえば前回クローゼットにセール品で買ったはいいものの着ない服がたくさん余って結局捨ててしまったなっていう、まあ、そういう、ことが一回あったりすると、その現在目の前で行われているセール品の洋服とかに対してちょっと足踏みをしたりとか、考える余裕が生まれるんじゃないかなと思います。まあ、そうやって自分の行っている行為、まあ、物を買う上での自分の生活とかを見直すことによって、それが無駄な出費をしないようになることにつながっていきます。そうなってくると無駄な出費をしないので、今までお金がなかなかたまらないとか、どこにお金を使ってたんだろうっていうふうに思っている方は、まあ、そういう実際自分の意図していないところでお金がどん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 流れていってるんですけど、そこの部分を、まあ、見ることが意図的に、あ、ここでお金が流れてるって分かるようになるんですね。そうなってしまい、そういうふうになればですね、そこを、あ、じゃあこのセールの時はちょっと物を買うのは一旦やめようというふうに踏みとどまることができるんですよね。つまり、そうやってセール品で、まあ、その場の勢いで物を買って、クローゼットに、着ない服がたくさんあるっていう無駄な行為で、無駄な出費、こういうのがなくなってくるということにつながってきます。そうなればセミリタイヤのような今後お金を貯めていかなければいけないという、目標に対しては非常にプラスになると私は思っています。今まで理由1、理由2、理由3と述べてきましたけども、まあ、結局結論としましては、おさらいになりますけども、ミニマリストになることによってお金を使う機会が減り、セミリタイヤという目標に近づいていきますということですね。まあ、もちろんセミリタイヤする人全てがミニマリストになりなさいというふうに言ってるわけではないんですが、セミリタイヤを目指している方だったり、もう達成された方っていうのは結構質素倹約の生活、あまりお金を使わずに節約して、派手なこととかをあまりしないような生活をされている方が非常に多いです。まあ、そういった方々と、まあ、ミニマリストのように、まあ、物を減らして、そういうものに対してのお金っていうのを極力減らしていくっていう生き方、
そういうものっていうのはちょっと私自身通じるものがあると思ってまして、とするならばセミリタイヤっていう目標に対してミニマリストになるっていうのは結構有効な手段ではないのかというふうに私は思っております。もちろんこれは物が多すぎる人にとっての、解決策の一つということで提示しているわけでありまして、例えば物があまりないけど、交際費とか、そういう娯楽費とか、そういう物じゃないものにお金をたくさん使いすぎているっていう方にとっては、今回の動画っていうのはあまり当てはまらないかもしれないんですけども、物がすごく多いとか、部屋が散らかっているっていう方にとっては、今回の動画っていうのは、セミリタイヤを目指す上で、少し役に立つような動画になるのではないかと思っております。このチャンネルではですね、今回のようなセミリタイヤに関する動画を、いろいろと上げております。考え方だったり、具体例とかを交えまして、できるだけ皆さんにセミリタイヤというものの魅力だったり、達成の仕方っていうのも、お伝えしています。私自身ですね、セミリタイヤ、まだ達成できてはいないんですけども、この動画を投稿しながら、皆様と一緒に達成していけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。